皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、北野ひな子です。ということで皆さん久しぶりです。動画をなかなか投稿できていなかったんですけど、ちょっとお仕事をね休憩させてもらっていて、もうその間もねアップロードされていた動画を再生してもらって、皆さんに動画を楽しんでてもらったと思うんですけど、ここいらでまた YouTube を復活したいなと思い、11月1日本日渡辺美里ちゃんの誕生日です。24歳ですね。その美里ちゃんの誕生日の日に撮影をしております。ハロウィンはもうすでに終わってしまったんですけどジュリアさんがセブンイレブンで救出を待っていたこのハロウィンスイーツをね買ってきてくださったので、このハロウィンスイーツを食べながら近況というか雑談をねしていきたいなと思います。最後まで動画をご覧ください。ということで早速ね食べていきたいなと思うんですけど、まずは三色団子、可愛いですね。パッケージからお化けがいて、もうラスト1個でしたこれ、うん、救出を持ってたんでいただきます。うん、最高。うん、美味しい。最近もですね、あ、昨日ハロウィンだったから家で映画を見てたんですけど、 Amazon プライムにあるハロウィンキラーだったかな、ハロウィンの日に16歳の女の子が16箇所刺されて死んじゃうっていう事件が何年か前にあって、その事件で同級生を刺されてしまったお母さんが、自分の娘が16歳になる年で、その気をつけてねって言ったらって話なんですけど、スクリームとかそういう感じに似てるんですけど、内容はタイムトラベルとかもあってめっちゃ面白かったんで見てください。ハロウィンキラー、あとは何だろう、ポップコーン食べながら映画見るの好きなんですけど、この期間はねなかなか行けなかったから、でももうすぐキャプテンマーベルが公開されるので、それがすごい楽しみです。この時期といえばそろそろあれじゃないですか。何ですか。去年やってたチョコエッグの時期です。ジュリアさんすいません、我慢できなくて。えまさかまさかの去年も動画にする前からチョコエッグを買ってたんですよ、うん、動画にした後も1個足りなかったじゃないですか。それをずっと探し続けてて、うんうん、チョコエッグのグループがあるんですけど、うん、私含めて3人が、うん、チョコエッグが今年も発売されたよって言ったら、1人が20箱持ってきてくれて、20箱プラス10ぐらい買って、だから全部で今30個開けたんですけど、うん、10個しか積もってないんですよ。あ、30… 開けちゃったんですね。開けちゃった我慢できなくて。で、あと何種類？ちょっと12か3。でも30開けて10しか集まんないんです。でも前回50開けて22個出てたから、出てないですよね。30開けて10しか出てないから。20箱のやつ、こう、誰も開けてない状態を買って、そこで4つぐらい一緒になっちゃってるから、うん、もうちょっと考えた方がいい。子供向けじゃないですか、基本的に。それでさ、子供がさ、欲しくて買ってさ、同じ箱から同じさ、キャラクターがさ、4つ出てきたらさ、それこそランダムなんだろうけどさ。うん、競馬は最近行ってるんですか？競馬場は行けてないです、うん。でも競馬はやってます。最近なんかしかも、川崎競馬場にお邪魔させてもらったから、うん、中央競馬、土日の競馬やってないよ、みたいな風に見せてたんですよ。なんか土日も平日もやってたらさすがになんか、みんな引くかなと思って、うんうん、でもついに土日の予想も載せ始めちゃってたし、土曜日から金曜日まで7日間まあまあやっちゃってることが最近バレ始め、喜ぶ人と引く人と地方もやってるなんて親近感がワクワーって人と、やりすぎてて大丈夫なのとか、あと普通にちょっとおじさんファンがのめり込みすぎないようにねみたいないるんですよ。この間天皇賞っていうのが前の週の土日になったんですけど、世界最強のイクイノックスっていう馬がいるんですよ、うん、もう世界ナンバーワンなの。この間ナンバーワンって位置づけられて、その馬さんと1勝1敗の大馬さんがいて、ドウリュース、うん、世界1位のイクイノックスにはルメール騎手っていう、もう超最強に強い騎手がいるんですよ、うん、でこのドウリュースにはみんな知ってる武豊さんが乗ってるんですよ、うん、でも一勝一敗でイクイノックスは今じゃ世界最強、でも世界最強を一回倒したことあるし、長期間休んでたドウリュースが馬体がめっちゃビカビカに光りすぎて超強そう、もう見るからにこれはどっちが勝つんだ、でもイクイノックスの方が一番に強い馬が勝つの分かってんのに2番を押しちゃう。そしたらタケさんがちょっとその前のレースで足を故障しちゃって乗り換わりになっちゃったんですよ、違う騎士に。でも私はもう決めたし、平日から決めてた、ドウリュースを押すって。だから乗り換わりになっちゃっても騎士が変わったから押し変するとかって気持ち的に嫌で、うん、なんか
別に勝てなくてもいいから投資したいなと思って単勝に500円とか1000円しかかけたことなかったのに初めて2000円かけたんです。でまあその試合が世界で一番速いタイムが出たんですよ。その距離最速が出ちゃって日本で、それぐらいすごいレースだったから、ドウデュースは2番人気だったけど6、7着ぐらいだったんで私の馬券は外れたんですけど、感動なんですよ。今度土日一緒に見ましょう。興味あります。ファンファーレがもうえげつない。テレビとか見ててもあれ見たじゃないですか、なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、馬がこう歩いてるところ、あの馬がレース前に歩いてるところ、パドック、あ、パドック、えキルコちゃんのおかげで知識が出てきたんですか、ちょっとついてきちゃいましたちょっとこれは近々のお楽しみですね。行きたいですね皆さん。え、その予想ってもう今すぐできたりするんですか。あとでショートで今週、ちなみに当たった最高ってどれぐらいなんですか。でも私あんまり高額を買わないから、でもそれこそ昨日の2番人気4番人気をワイドで買ったんですよ。1、2着に来て、これ馬連買ってたらえげつないんですよ。馬連だったら100円が7630円です。300円買ってたんですよワイドの27買って、これが1590円の300円だから、とか300円が4000何円になった。昨日はちょっと前は3連複で100円を1万2000円ぐらいとか、これを自信持って1000円とかかけたらすごいじゃないですか。確かに。きなこちゃんに予想してもらって1回1000円かけてやってみたいです。やだ、1000円はでかいって知らないやつだってそれも1、2レースぐらいやったら帰る人やん、お金なくて教えてもらってやりたいですね。私も1回、私も最近めっちゃ競馬系の YouTuber さん見て、最近の中央レース、その土日のレースは1800とか1500とか2400とか3000ってその距離が違うんですけど、そのそれぞれのその距離の1年間の一番上がりが早い人っていう、そのタイムが早い日馬が必ず来てるっていうのを見て、で私はもう次の重賞レースからちゃんと見ようと思って、タイムもこの1年間ちゃんと遡ってちゃんと勉強しようと思って真面目に競馬をやってますよね。あ、そう、前まではやっぱこうお馬さんとか動物が好きだから見たいとか、かっこいい音聞きたいで聞くついでに買ってみようかなだったけど、最近はやっぱやるからにはちゃんと念入りに勉強してやるべきだなと思って、競馬ノートとか買い始めたらどうしよう、グッズで出そうかなあのいいですね。どういうグッズ出したいですか、あれやるとしたら。でも競馬ノートでなんかやっぱただの横線入ってこうやって書くのもいいけど、連絡帳みたいな感じで、競馬のこういうアプリとかも20〇〇三角欲しいとか、それで印をつけるんですよ。一等に来ると思うのはこれ、対抗がこの馬って印つけるんですけど、競馬盛んにやられているおじさま方にはやっぱねノートが響くと思うんで塗りつぶして書けるような競馬ノート作りたいな。いいかもしれない。いいですね。いいですね。大井はキャラクターが馬田瀬くんって言うんですけど、その馬田瀬くんのボールペン買ったんですよ。へー、ボールペンのカチカチのところに馬田瀬くんが乗ってるやつ、よくありますそうそう、よくあります作りたいなということで、ほとんどがね、まあ、ね、編集の都合で変わるかもしれないけど、一応今撮ってると半分以上が大野さんの話をしてしまっていたんですけど、そうですね、お仕事をこう一時休止させていただいて、少しずつ回復しながら、まだ感染体ではないんですけど、自分のやりやすいペースにこうスタッフさん方が合わせてくださって、こう調整しながらいろいろお仕事に臨んでいるんですけれども、またねこういう私の好きな YouTube とかも更新できるほど元気にはなったので、また年内もねいっぱい更新して駆け抜けていきたいなと思います。お久しぶりの動画になりましたが、いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。また見たい企画などあったらコメントお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。